にちは、トリックさん、バックヤードトークです。早山さん元気ですか？はい、いよいよ6月に入りましたね。6月に入った瞬間からもう外の方は雨ザーザーって感じなんですけど、気持ちの方は超ワクワクしてるんですね。なぜかそりゃどうですよ、このボード、サン・オブ・バードマンが6月10日いよいよ発売になるんですね。このボード本当に数が少ないんで、今回の発売方法は楽天サイトの方で一気に発売するという形を取るんですけれど、このボードね、こんなにかっこいいボードじゃないですか。クインシーが入ってこのかっこいいボード、皆さんの方からちょっと問い合わせがあったんですけど、このボードじゃあビンディング何をつけたらいいんかっていう感じになるんですよね。いろいろ皆さんの方には使ってるビンディングがあると思うんですけど、さすがにこんだけ個性が強いボードです、それはそれは選ぶビンディング決まってくると思うんです。それで僕の方で1個ビンディングをチョイスしたんで、それを皆さんの方に見てもらいたいんですけど、そのビンディングがじゃんということでこちらなんですよ。見てください、来シーズン出るベントメタルのトランスファーなんですけど、このサン・オブ・バードマンと同じクインシーがデザインしたモデルなんです。見てください、これね、ハイバックが見えるかな、これパープルなんです。パープルにイエローの文字でこれベントメタルって入ってるんですけど、この文字の感じとこのね、サン・オブ・バードマンの感じ、もちろんぴったりじゃないですか。おまけにね、おまけに見てください、このベースプレート、ババン、悪そうなコウモリがいるんですわね。コウモリがいて、ゾンビがいて、もうまさしくスリラーじゃないですか、世界は。こんなにぴったり合うビンティング、なかなかないと思うんですよ。色もパープルで、このね、このイエローとこれ、この辺の同じ感じで、めちゃくちゃマッチしてるんですけど、これなんかセットアップしてくれたら、最高にかっこよく、山でスタイル出せると思います。はい、このビンティングもね、こんだけね、デザインが個性が強いんで、数も少ないです。こちらの方も楽天の方のサイトを概要欄の方に書いておくんで、よかったらこちらの方もゲットしてください。ベントメタルのトランスファークインシーモデルです。これをセットアップしたら超かっこいいです。こんな感じです。それでね、今度の発売日に皆さんの方に2つだけちょっとお願いがあるんです。やっぱりね、皆さんもこれね、このボードゲットするの非常にね、もう気持ちが高ぶってると思うんですけど、このボード非常に数が少なく、マービンの方で工場を回してもらったんですね。ですから見てください、こういうところグラフィックが左右が若干ずれてるんですよ。業界用語でこれシフトって言うんですけど、このこっちが消えてこっちにあるたりするじゃないですか。こういう感じになってるじゃないですか。多かれ少なかれ全てのボードがこうなってます。だから手元に取ってこれシフトしてるから、これね、これグラフィックがずれてるからこれ返品しますとか、それは申し訳ませんけど、今回は受付できません。これが正常品と思ってください。これが1点。それもう1点なんですけど、皆さんも大好きなこのところにクラフトマンステッカーって前に貼ってますよね。実はリブのボードって全体の 35% から 40% ぐらいがこのクラフトマンステッカー今貼ってある状況なんですよ。だから多くはこのようにクラフトマンステッカーが貼ってないんですね。だからこのクラフトマンステッカー貼ってないんですけど、これ偽物ですかとか、クラフトマンステッカーが貼ってないからこれ返品したいんですけど、これも申し訳ないんですけど受付することができません。だからグラフィックが左右にずれてます、クラフトマンステッカーが貼ってありません。これがほとんど全てこうなりますんで、今回オーダーする場合はそれをご納得ご承知の上でこっちりをしてもらいたいということが今回のお願いです。発売日は6月10日夜6時になります。夜6時に楽天サイトの方をオープンしますんで、詳しくは概要欄の方にリンクを貼ってるんで、このボード欲しい人はぜひともゲットしてください。非常に数が少なくてすぐに完売になっちゃう可能性があります。その時は本当にごめんなさい。でも、ゲットした人はぜひとも今シーズン一緒に山で騒いじゃいましょう。ということで、サン・オブ・バードマン、いよいよ皆さんの元に届きます。6月10日、夜6時、皆さんよろしくお願いします。ウェイ。